夢、アンリル創作1910年、ニューヨーク近代美術館、夢は、アンリルル創の1910年の大きな油彩画である。彼の、ジャングルをテーマとする25を超える絵の一つである。彼の最後の完成した作品であるため、それは、はじめ、1910年3月18日から5月1日まで、彼の1910年9月2日の死去の、数ヶ月前、アンデパン南んで展示された。 ルソーのより初期の諸作品は否定的な受け取られ方をしていたが、しかし詩人で批評家のギオム・アポリネールは、そのデビューについて次のように述べた、この絵は美を放射しているし、それは議論の余地はない。私は今年は誰も笑わないであろうと信じる。夢はジャングルの絵のうち最大で6フィート8インチ9フィート9インチ。それは、 ルソーの若い頃のポーランド人の上フやドビガのほとんど、超現実的な肖像を大きく取り扱うが、肖像は、絵の左側に裸で横たわり、ハスの花を含むジャングルの青々と生い茂った葉むら、鳥、猿、ゾウ、ライオン、メスライオン、蛇を含む動物たちをじっと見つめている。ジャングルの植物の様式化された形は、ルソーのパリ自然史博物館とパリ植物園での 観察に基づく。ラタ体像の左腕は、ライオンたちと満月の薄明かりの下、ジャングルの暗がりに、かろうじて見える、フルートを吹きながら、見るものの方を向いている黒い蛇使いの方に伸びている。腹部が、ピンク色の蛇は、下映えの間を滑るように進み、その曲がりくねった形は、女のヒップと両足の曲線を映している。ルソーは、 見る者の,の中には絵を理解しない者も,もいるのではないかと疑ってそれに添える詩を書いた夢のための名国美術批評家アンドレ・デュポン宛の手紙においてルソーによって供された絵の一つの可能な解釈はそれは自分がジャングルでフルート奏者に耳を傾けている夢を見ているパリの横になっている女を描いているということである横になっているラタイ像という題材は キツヤーノの1538年の絵、ウルビーノのヴィーナスから真似の1863年の絵、オリンピアに至る古典的な伝統から出ている。ルソーは、ゾラの小説、無双から霊感を取ったかもしれないが、これは画家と女性詩集家との間の愛を取り扱う。夢を描いている間、ルソーは、店員レオニーとロマンチックな関わり合いを持っていた。 1910年2月にフランスの画商アンブロワーズ・ボラールがルソーからこの絵を買い取った。1934年1月にニューヨークのノードラーギャラリーズを介して被覆製造業者シドニー・ジャニスに販売された。1954年にジャニスはこの絵をネルソン・ウェイ・ロックフェラーに売り、ロックフェラーはそれをニューヨークの近代美術館創立25周年を記念してここに寄贈した。 現在ももまにある。ありがとうございます。